ガードマンのウーバーイーツ企画見たことあるね。これは結構湧いちゃってるよね、うん、なんかこれ今だから言えるけどさ、うん、その嫌いな YouTuber きり丸のコラボでさ、うん、嫌いな YouTuber であやがさ、うん、いやガードマンって言ったのは、うん、心の底からの嫌いじゃないってことは一回言いたいもん。はい、そうです。だってあや全然ガードマンの動画普通に見てるから。そう、見る見る、めっちゃ見る。だけど動画上的に嫌いって言えるのよ。うん、あのガードマンのことを嫌いって言えるのよ、うん、ガードマンに関しては。もしさあやがさ、うん、ガチな顔でさ、例えばゆたせなですって言ったら、うんうんうん、ガチやん。うんうんうん、うん、嫌いな YouTuber ってゆたせなかなってでもガチじゃん。ええええだからガードマンさんもその時、うん、申し訳ないけど動画で見てる分だとすっごい楽しいんだけど、うん、やっぱ自分が入るってなると難しかったから、うん、そういう意味でも込めてガードマンさんって言ったんですけど、でも思った以上にガードマンさんのファンが怖すぎて、うん、そうコメント欄に来ます。中町やね、お前ガードマン嫌いとか言った時お前の方がおもんねん。そう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 、めっちゃ来てんだけど、その面白くないとかじゃないよ。そうそうそう、ガードマンのこと嫌いって言いやすいのよあやからしたら。そうそう、怒らないやんガードマンなんて絶対、うんうんうん、っていうので言ってるだけです。すいません、すいません、それはガードマンさんめっちゃ好きです。うん、語弊が言葉のあやです、はい、すいませんでした。あの引退を使え、引退ですかっけもうそのそれ引退です。ガードマンまた YouTube やめるらしいですまた YouTube やめるらしいですまた復活を待ってます。